ンディン、ハロー、パラレール、リンディンパラレールのリンドです。今日はですね、押し入れ散歩をちょっとうちにいる6匹全員でやってみようという回でございます。で、喧嘩してね、何か起きても困るので、すぐに話せるように革手袋は用意して。で、いざね、この動画撮りながらダメだったら話せるように、この携帯までぶん投げれる準備はしております。で今、ハロ君ちょっと待ってよ、布巾欲しいね。よいしょ、手拭きになるものを用意して、一応両手開けれるようにすぐにね、中できるように、これを一回外して両手を開けておきましょう。はい、こんな感じで、はい、今こんな感じで、上にねプラケースがあるんで、隔離するときはすぐ隔離できるようになっております。ちょっとこんな感じで顔合わせをして、みんながどうなるかだけ、あとね、交尾しちゃったりとかしたら大変なんで、そこも気をつけながら、ちょっと交流会です。まあ、万が一ね、他の子を、こう、襲ったり、噛みついたりっていうのがね、あると大変なんで、それはないようにしております。今のところみんな大丈夫そうだね。で、ウィンちゃんはお母さんの背中にずっと乗ってますね。ハロが他の男の子、あれウララですね。ウララのマシュマロを取ろうとしてますね。家族でウララのマシュマロを取りに行ってますね。結構な喧嘩はするね。噛みついてはね。大丈夫ではなさそうだな。喧嘩はしてるな。怪我をするほどではないけど、喧嘩はするね。でもちょっとの小競り合いだね。一応いつ話せるようにということで、一応ね、つけてます。うん、観察としてね。ウララもあれ大丈夫かな。ウララがさっきジゴジゴジゴとやられてから、ああ、全然問題ないわ。うずくまってたから大丈夫かなと思ったけど、大丈夫だね。
今あそこの男の子同士が匂いを嗅ぎ合ったね。匂いを嗅ぎ合えるということはいい傾向ですね。こっちはうららとパッちゃん。パッちゃん今足が悪いんであれですけれども、他の太ももと問題なくやれてますね。もっとなんか大喧嘩になったりするかなと思ったんですけど、それはなさそう。まあ広いからなのもあるかな。ギョロちゃんは我関節、まあ、ギョロちゃんは誰にも威嚇もしてないし攻撃的な瞬間もないんであれですけど、うららとパッちゃんはあそこで仲良くしてますね。ここは夫婦なんで喧嘩することはないですね。意外と仲良くできるもんなのかな。夫婦はもう仲良しですね。うららが気になるんですね。パッちゃんはでも我関節ですね。意外とみんなうまくいってんな。おかしなこと、まあ、さっき喧嘩はしてたけど、あの程度で住んでるのは珍しいな。逆にかみつかれてないからね。こうもみくちゃにはなってたけど、かみつかれて手に跡がついたりっていうのをしてないので、うん、で今ちょっと声が震え気味なんですけど、ちょっとこの部屋今暖房つけてさ温めてる、暖房っていうかつけてるんですけど、温めてるんですけど、まだ温まりきってなくて、私はちょっと寒いですね。でギョロちゃんはあれだったんだね、自分の子供を安全な場所に一旦置きたくて、あのケースの中に置いてきたんだね、ギョロちゃんね。で、あそこのうららと、あら、ギョロちゃんの方にパッちゃんが行ってますね。で今私の肩にハルがいますね。ハルもうちょっと遊んでおいで。ハルもうちょっと遊んでおいで。ああ行った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 。やっぱハロくんはギョロが好きみたいだね。ちゃんとお母さんっていうか奥さん、自分の妻だってことは分かってるんだね。意外と他の子に攻撃もしないんだね。敵意がないと攻撃をしないんだ。ちょっと面白い現象ですね。一回やってみないと分かんないなとは思ってたんで、こうはしてみたんですけど、あら、パッちゃんとハロくんが興味津々、ハロくんがむしろパッちゃんに興味津々です。
とあの喧嘩以来は意外となんてことないですね。お互いにちゃんと匂いを嗅ぎ合ってますね。うららはもともとヒップニジアンの子なんであそこにいますけど、へえ、そんな感じなんだ。あとこうやって見るとパッちゃんが大きくなりましたね。よいしょ、ちょっとみんなにマシュマロをあげましょうか。マシュマロあげるとでも若干喧嘩するんだよな。マシュマロの取り合いだけはね始めちゃうんで。よいしょ、あ、取られたくないとマシュマロを上で食べる子、角で食べる子、堂々と食べる子、のそのそと食べる子。マシュマロなんて我関節な子。君遊んできてもいいね。足が不自由な割にあなた結構元気ね。感じになるんですね。ちょっと検証してみてよかったかもしれないです。意外とみんなこう攻撃的ではないっていうところで、まあごめんなさい、あの誰にでもおすすめはできないです。はい、こうやって6匹同時っていうのはね、ただ検証結果としてあまり多分例がないと思うので、事例としてね、ちょっと事例として残せるのはいいですね。ちょっと YouTube にもアップはしますけど、Facebook のね、モモケンの方々にも、ちょっと、こういう風な事態、もう起きるんだよっていうのだけ、ちょっとお伝えしたいですね。いつも事故していたハロくんですけれども、自分の、子供がピンチな時というか、家族を守るためにね、していた、ですけれども、意外と、いけるという結果ですね、これは。あ、これはちょっと事例として面白いですね。誰にでもおすすめはできないですけど。男の子同士でも全然普通に仲良くしてますね。で、何度も言いますが安全を期してやっておりますので、最初のところだけ見るとね、めっちゃ喧嘩してるじゃん大丈夫ってなると思うんですけど、喧嘩してる時はちょっと見守ってたんですけど、ただ大してそれ以上ね起きてなかった。そしてですね、ひょっとしてだけどさ、うららのこと好きかい？はい、あそこでパッちゃんがグリグリしてるのがパッちゃんです。グリグリされているのはうららです。男の子ですね。うららがグリグリされてます。で、うららのお股にグリ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 してるのがパッちゃんです。女の子です。あら、こういうことができるんだ。ちょっと驚きですね。キョロが意外と他の子と普通にしてますね。あと、ハルとウララじゃない、ハルとハロ、ハルくんね、これ。これハルくん。これハロくん。が、結構喧嘩すると思ってたんですけど、ケージ越しという小さい空間だからなんですかね。大きい空間だと、意外とどっちも怯えることがなくて、って感じですね。で、ギョロちゃんも子供をね、今子供のウィンちゃんがこの中にいるんですけど、
ウィンちゃんを託児所みたいなものでね、置いておける場所を手に入れたからか、のびのびと遊んでますね。でウィンちゃんいなくなっちゃうとびっくりすると思うんで、あのギョロちゃんがね、ここにいてください。あ、これは意外な結果ですね。うん、これはね、あの普通は多分皆さんやめてくださいっていう内容で承知し、あんまり真似してほしくはないですが、ちょっと事例として残します。本当に、おお、ちょっと私はびっくりしてますね。こんな事例があるんですね。6匹仲良くしてます。しかも喧嘩してないです。最初の事故事故事故はありましたけど、小競り合い程度ですね。もっとガツガツした喧嘩起きると思ったんですよ。あの本当に噛みついたりっていう喧嘩ですねが起きると思ってたんですけど、噛みついたりする喧嘩は起きてないです。奥にいるうららがちょっとすげえじっとしてるからあれかなと思ったけど、うららも普通だしね、怪我もしてないし、うららも、うららは多分ただ単にあいつちょっととろいんで、多分とろいだけですね。でもう一個びっくりしてるのが、ハロくんがパッちゃんに興味津々です。で喧嘩していたウィンとパッちゃんが普通に一緒に遊んでます。あら、意外とかや散歩というか押し入れ散歩っていうだけで考えると大丈夫なのかもしれないですね。むしろ私の手から逃げてきます、みんな。私が手を近づけると若干嫌がる自由にさせてくれっていうことかしらね。そこは登れないし上行かないで、そこダメ、そこダメなの。はい、下降りようか。あら、意外な結果ですね。もっとなんか頭を押さえつけての喧嘩とかも見たことがあって、で普通に口から行く喧嘩をね、なんて言うんですか、噛みつく喧嘩ですねを見てたんですけど、それがないです。私はなんか噛みつく、もっと危ない喧嘩をするかなと思ったんですけど、大丈夫そうですね。あら、ちょっと意外な結果ですね。へえ。もうやばくてすぐ手を出さなきゃならないと思ってたんですけど、もう最初の喧嘩以来喧嘩ないですよね。見ていただいてわかると、ある意味全員のペアリングに成功したってことなんですよ、6匹で。あそこ見てください、ウィンちゃんとウララが仲良くしてます。で奥でウィンとウララが仲良くしている後ろでハロとギョロじゃない、ハロとパッちゃんが浮気してます。ハロくんが浮気してますね。で、今ここに映ってるのはハルくんはどこにいるかというと、私のお股の中にいますね。そっち行きな、うん、そうそっち行きな。この子は私のことが好きみたいですね。うん。でもそっち行きな。うん。でもそっち行きな。あら、意外な結果ですね。割と近くで飼ってたりとかすると、お互いの匂いなんとなくは感じてるんでしょうね。だからか、ちょっとしたら慣れます。これはちょっと私としてはいい傾向ですね。
ペアリングってもっと大変になりそうな思いがありましたけども、まあケージの大きさを変えるとまた違うんでしょうけど、これくらいの大きさだといけるらしいです。ね、めちゃめちゃ意外。あ、今鳴いてるのはウィンちゃんです。ウィンちゃんはまだあのジコジコちゃんなので、ジコジコちゃんというかまだ他のことは慣れてないのでちょっとジコジコしてますが、あら、めちゃくちゃ意外な結果だわ。ちょっとまだ臆病ちゃんですね、りんちゃんは。あ、もっと手に手もつけられないぐらいやばい状況になると思ったけど、意外と、え、そうなんだ君たち、へえ。なんか家族同士、あ、今喧嘩してるの夫婦ですちょっと夫婦喧嘩しないで。すごい可愛い状態撮れてるんで見てください、はい、マシュマロを撮ろうとするハルくんです。微妙に届かないでしょ意地悪なんだ飼い主。あ、取った。はい、いるかい君。誰だい。あ、ジョーちゃんか。夫婦はやっぱり夫婦で行動することが多いですね、で、パッちゃんは、パッちゃん、あいつ本当に足悪くなった？足の悪さを感じさせないんだけど。何なんだろうね、あの子ね。だから夫婦で喧嘩しないのよ。だから夫婦で喧嘩しないのよ。夫婦喧嘩をします。で、今、子守をしているのは、ウィンちゃんの子守りをしているのはウララですどういうこと。ウィンちゃんのことをずっとウララが見てあげてますね。いや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 、おう、大丈夫か。上から落ちてたのか。あ、マシュマロの取り合いはするの。マシュマロの取り合いのコテンコテンというのはするみたいです。ってことはマシュマロはあげれないね。マシュマロの取り合いはハロくんが強いみたい。噛まれてはいないけどもみくちゃになったみたい。やられたのは、え、ギョロちゃん。ギョロちゃんじゃん。ねえ、夫婦喧嘩じゃん。夫婦喧嘩でした。で、ハロくんは、すごく食いしん坊ということが分かりました。大丈夫、ギョロちゃん。ギョロちゃん大丈夫？ギョロおいで。
ヨロちゃんおいで。あ、ギョロじゃない、あなた、ハルちゃん。あ、ハル、マシュマロ奪い取り合いでやられたの、ちょっと。あ、でも特に噛まれてたりはしない。やっぱりご飯っていうか、おやつの取り合いだけはするみたい。おやつの取り合いが多いのね。なるほど、おやつの取り合いさえさせなければ、喧嘩しないんだ、でも。うちの子に限りだけどね。今喧嘩が勃発した時って全部おやつ持ってる時なんですよ。最初のコテンコテンってなったあの時もおやつ持ってたんです。でもその後はおやつ持ってない状態で普通にみんな仲良く遊んでたんですね。で今おやつ一回あげたら、おやつの食べるのが遅い子からおやつを奪おうとハロ君がしたんですね。だからおやつをあげなければ喧嘩自体が勃発しないみたいですね。なるほど、理解しました。うちの子はおやつの取り合いで喧嘩が勃発するみたいです。それはいつの状況でもおやつの取り合いは発生しているので、いつもと変わりません。おやつの取り合いに関してだけで言うと、いつもおやつの取り合いは起きるので、うち。それでいくと、おやつの取り合い自体はいつでも起きるので関係ないですね。そして私の体にみんな乗っかって、いてててててて、そこの耳、あー、耳たぶやめて。あ、やめてくれたの、やめてくれたのいいんだけど、それビニール袋よ。今すごいことになってます。はい、ここにいて、こうなってて、でこうなってて、でこのパーカーの、あ、ちょっと頭、それ頭なんですよ。ほら、シルエットで見れるでしょ。これシルエットでいるやつがさ、うららちゃんなんだけどさ、うららは私の背中にいます。はい、降りてきた。よいしょ。すごいね、こうやって見ると意外と、なんだろうな、ケージを一緒にすると分かるじゃ分かることなんだけど、コミュニケーションはちゃんと取ってますね。ちょっと驚きです。こうなるんだっていう驚きを感じていますよ。はあ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 、ちょっと初めて一緒にしてみたところもあるので、まああんまり真似してくださいとは言えないですけれども、うちはお菓子の取り合いさえなければ仲良しです。はい、うん、お菓子の取り合いは正直ハルとウララの間でも起きるし、ギョロとハロの間でも起きるし、っていうかむしろ夫婦喧嘩の方が多かったし、今回動画上、まあ男の子同士はお菓子の取り合いが多いということは分かりましたね。うん、今30分おおよそね動画回してみてますけど、大きな喧嘩は全部で3回、しかもその3回の喧嘩のうち、怪我がしそうな喧嘩はなし、そしてプラス
喧嘩の原因が全部おやつでした。まあみんなねこんだけ広いから我関せずっていうのが強いのかもしれないけど、ただもし我関せずが強いのであったとしても、これは一個の収穫ですね。あともう一個の収穫は、パッチャーはめちゃくちゃ動けるということですね。うん、なんかすげえやこの成果としては。ちょっとこの状態で、あっとあっとあっと、ここら辺で動画を回しておいたらいい感じかな。よしよし、何やってるの、何やってるの、どこでジコジコしてるの。あ、私のお股の中でウィンちゃんがジコジコしてました。ウィンちゃんです。怖かったみたいです。誰かに対してジコジコしてるのではなかったですね。なんだろうな。意外と全員問題なく生きていけそうということが分かりましたね。ああ、そうなんだ。そんなことを学べたいい押し入れ散歩でしたね。ちょっと事例としてこういうのができるのはいいことでしょう。手にめっちゃ乗っかってて、君たち降りないわ。うちの子さ、自分で言うのなんなんだけどさ、だから結構慣れちゃった子たちが多いからさ、まあすごく普通に手に乗っかってきたり股に入ってきたりっていう感じで、あとやっぱうららと、あれうららとパッチャーなんだけど、うららとパッチャーは仲いいみたいな、カップル成立でもカップルにしたくはないなみたいな。ギョロとハルくんがノーマルの子2人なんだけど、たまに見間違うね。あーでも仲良くできるんですね。うんうんうん、ちょっと事例としては面白い事例が取れました。まあずっと生活をさせるってなったらまた違うのかもしれないですけども、ただねこうやって動画を撮って30分ほど、ちょっと実験としては1時間ほどこの実験として動画撮ろうと思ってるんで、1時間ぐらいの動画は撮ってあげると思うんですけど、ちょっとこれは事例として珍しい事例だと思うので、よかったら見てみてください。本当にまあまあまあ、先にお伝えしておくと、決して真似はしない方がいいとは思いますよ。何匹もうちにいるからってっていうのでね、真似しちゃうとそれはまた違う話なので、ただ私がちょっと事例としていろいろ研究としてですね、研究としてっていう言い方あれですけど、本当に自分の知識としていろいろ知りたかったので、押し入れというこの空間で6匹放った時にどうなるのかちょっと見たかったんですよ。で、私の中の事例ではもっとダメだと思いました。もう一瞬で、ね、仲良しじゃないや、攻撃し合って、もうなんだろうな、押し入れの中に一緒に入れさせるってことは絶対不可能な状態が生まれると思ってたんですよ。で、しかもなんだろう、すごい攻撃し合ったりだとか追っかけ回し合ったりだとかっていうのを見ると思ったんですよ、本当は。で、しかも私他の方たちのようにペアリングの準備はしてないです。ポーチを
同じものに入れたとかっていうこともしてないですし、お互いの匂いを感じさせたってこともしてないです。今日に関してはフォンと一緒に入れただけです。本当にだから特に何か準備を下準備をして今現状一緒にいるっていう状態ではないです。でちなみに今全員あそこにいるうらら以外は私の周りにいます。お股の中に、ウィンちゃんとパッちゃんがいます。でそのウィンとパッチが仲良くしてます。びっくりすることに。で今ガタンって言ったのが後ろにあるビニール袋にハルくんが乗っかっています。今ハルくん手に乗せましたね。はい、おいでハルくん。はい、ハルくん、ハルどうぞ。ここはいつも一緒にいる兄弟ハルとウララですね。怖かったのはハルとウララもしくはハルとじゃあハロくんとウララ、ハロくんとハルくんっていう男子ペアがちょっと怖いなって思ってたんですよ最初。でも男子ペアはなんてことなし でびっくりすることにウィンちゃんとパッちゃんはこうやって一緒にできちゃってる。ほらウィンも威嚇がない。ウィンも威嚇もなくて、喧嘩もしてないですね。普通に手のひらの上に2人います。でしかもどっちかがどっちかを攻撃するようなこともないし追っかけっこもしてないですね。お前よく前足だけで行くなそこ。でこちらうららとじゃないハルくんとハロくんペアがマシュマロ入れてるケースですけども喧嘩することなく2人で同じところにいますね。こうやってはい。でウィンちゃんは遊ぶのが疲れたから私の手のひらの上に来てますね。で下のあの中にいるのがあれうららちゃんだね。ウラロは潜って遊んでます。で、あ、ギョロとハロ、違う、ハルくんとギョロちゃんだ。ハルくんとギョロちゃんペアは2人でなんかあそこをもそもそガジガジしてます。ノーマルペアですね。ノーマルの子2人のペア。で、一番驚きなのはあの上に、パッちゃんが1人で乗っかって遊んでます。これはちょっとびっくりだな。私もこの結果が生まれるとは全然思ってなかったので、ちょっとなんだろう、今後の袋もも音楽会のね常識にはならないと思いますが、参考としてこういうことも起きるんだよという、まあ、真似していい内容ではないですけども、こういうこともできなくないですっていうことですね。6匹全員押し入れ入れていけるっていう、ちょっとびっくりしてます。正直うちのハロくんが一番モンスターなので、モンスターのハロくんが結構 あっちもこっちも全員に威嚇して全員噛みついたりとかすると思ってたから、もうすぐ話せるようにね用意してたんですよ本当に。まあなんか再三同じことばっかり言ってる気がするんだけど、でも最初の喧嘩、まあ最初の喧嘩の時はちょっと傍観させていただきましたけど、あとギョロとねハルくんが仲いいわ。あ、夫婦あの旦那が来た、浮気してんじゃねえよって来たっぽい。
あそこはあの逆ハーレムですね。男の子3匹に女の子1人なんで。で今ここでモゾモゾしてるのははっちゃんですね。ちょっと見えない感じ。ああ。はっちゃんが上に置いてるハンモックのようなものの中でゴソゴソしてます。次はこっちでゴソゴソしてます。あ、ちょっとこの結果は意外ですね。え、っていうことはですよ、私ウィンちゃんの子供って見たかったんですよ、ゆくゆくはと思ってて。でウィンちゃんとハロ君が結構仲良く普通にいるんですね。ってことはウィンハロで、ウィンじゃないや、パッチャンハロ君で子供を産むってことも可能だよねっていうことですね。これするとプラチナの子がね、生まれる可能性が出てくるわけですよ。ハロ君はね、あの本当に好奇心旺盛な子でございまして、すごい、しかもあの性欲も強い感じなので、あー、そういうこともできるんだ。そう、いろんな不安はありましたけど、あのパッちゃんがですね、意外というのもあれなんですけど、足がおかしい状況なはずなのに特に不自由なく生きてるというか、すごい元気なんですよ。あ、ギョロちゃんが乗りに来た。ギョロちゃん、ね、パッチ何やってんの。パッチ前足で頑張ってんだね。前足で頑張ったんだ。ジコ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 って言い始めたのはウィンちゃんですね。ウィンちゃんがまた私のお股の中で誰もいないとこに向かってジコ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 って言い始めたのね。誰もいないよそこ。結果になりました。あの、うん、この40分ぐらい撮っててあれですけど、この結果は意外ですね。40分もちょっと見てくれた方がいるかどうかは謎ですけども、ちょっと Facebook にもこれ上げてちょっと皆さんに共有しておきたいところですね。6匹全員カヤンポが可能でした。はい、っていうところでございます。ちょっと私がね想定してた時ことよりもちょっとすごいことが起きていてびっくりしております。はい、最後はねちょっとうちの可愛いウィンちゃんとね、あのそこにハロ君いるでしょ。ハロおいで。ウィンとハルでお届けしましょうか。はい、ウィンちゃんとハル君です。やっぱ相手の匂い一回嗅ぐんだね、こうやってね。はい、意外と、男の子同士も仲良くできたりっていうことが分かりました。ちょっとあの今後のね知識として入れておきたいところでございます。はい、それではこの辺で動画は終わりたいと思います。ちょっとこの後私もねこの子たちの様子をよく見ていこうかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンコでした。バイバーイ。